て。まもなくスタート。2025モンテキカートレース第5戦 X30 決勝進行、順番が続いてスタートが決まりました。まず1コーナーは武井遥人、そして2番手は岩川亮太が進んできました。3番手は山田、武井がレースを引っ張ってきます。2番目に上がった中村亮太、これは最高の選手も前衛とダムコーナーで勝利の責任が外し飛んでしまいました。15歳最終秒の決勝が来てコントロールラインの進化していきます。初めては武井遥人、2番手には中村亮太、3番手には山田さん。
2番手とのジャンプは成立の5秒ですから、そして3番手の小池は、